ミッション51やっていきましょう。前回からまた1年ぐらいの時間が経っているんですが、まだこれでも半分という地獄なんですけれども、やっていきましょう。で、ちなみにここにシャークブレードを設置すると2ヒットしてかなりいい感じに当たるんですが、ここの条件がヒートオックスでとどめを刺すというものがありますので、ちょっとダメージ調整に失敗しておりますので、そこはなしということで、こんな感じで組んでいきましょう。ここの条件はヒートオックスでとどめを刺す、そしてアゴニーマスクを当てる、そして拷問車輪を含めたコンボで倒すというものがありますので、こんな感じでね、かけていって拷問車輪に当てます。で、ここからは一応トラップリンクでこれはいけるんですが、うまく当たるとこれ3ヒットまでできるんですが、ここを空中で取ります。そして乗せますね。で、ここでちょっと変えるんですが、コマはね3ヒットまで行くんですが、そうしてしまうと2ヒット以上当ててしまうとちょっとダメージオーバーしちゃってミッションが失敗になってしまうので、わざと逆に1ヒットしかさせてないですね。というわけで、これはちょっと打足っちゃ打足なんですが、点数稼ぎのためにやってますね。で、しまった、ちょっと空中で取りたかったんだけど、サマーソルトでぶち返して、スローターファンにねかけていきましょう。最後は、ケツをかませたいのでただそれだけのことなんですが、で、これでアゴニーマスクもはめたので、これでミッション条件は達成ですね。ちなみに今回持ってきたアイテムは全て残虐で作っております。残虐の手持ちのトラップだけは全部残虐でね。で、ここでシャークブレードからもね、こうやって最後にケツをかませて、いけとジャンプさせて、よっ、そっちなんでそっち、悪夢のような時間だっただろう。というわけで、もちろん S ランク。ミッション52、3回目かなぐらいの公演ですね。ここはかなり遊具がいっぱいあって面白いところなんですが、今回はかなりミッション条件が難しくて、2人同時にブランコに乗せる、そして2人同時にスプリング遊具に乗せるというものがありますので、これを達成しながら S ランクっていうのがなかなかめんどくさいところなんですが、一応考えてきましたので、それをやっていきましょう。ちなみにこのゲーム点数を稼ごうと思うと、このトラップリンクを使いまくるのが一番いいんですが、あんまりね、同じトラップばっかり見せても面白くないので、あんまりそういうことはやっていないという感じですね。あんまり得点にこだわってないので、 S ランクさえ取れればいいやっていう感じなので、で、最初はちょっと平均台なのでこれ誘導しなきゃいけないんですが、左の方に女の子にしたいので、左の女の子のパージ条件が嫌と、ここでペッタンアローを起動させて、男の方はこれで乗せます。そうすると両方乗りますので、で、このタイミングで罠を変えていきましょう。女の子の服を脱がすには矢を当てることと、あと電撃当てなければいけないので、そこら辺もやりつつですね。というわけで、まず飛んできたら花瓶とこのバナナの皮を仕掛けて転がします。ちょっとディレイをかけてからウォッシュ、これをしないとちょっとあまりにも早く行きすぎるの で、乗ったぐらいのところでね、そうすると両方スプリング遊具に乗りますの で、取るところをブラックホールで取ればまた2人まとまりますので、ここでまた変えていって、あとは仕上げっちゃ仕上げなんですが、最後は、こうやって、で、とどめにヘルファイアをね、かけていきましょう。これでみんな仲良くいくんじゃないかな。で、この上に出てくるところで、ここでね、起動させます。そうすると巻き込んで、シーソーに当たりますので、で、雷を当てて、フェードをうまいところで
転がしてあげると二人ともこの滑り台に乗りますので、で最後に炎で、あれ、あの、え、あ、え、え、あ、え、あ、あ、え、あ、お前も乗ってねえのかよ最後に一人で楽しんじゃった、まあ、これでも多分 S ランクちょっと予定と違うけど。ミッション53、ここは何気に初めてのステージなんですが、まず戦車装置に当てるというのと、ワンコンボでギアと工具盾に当てる、そしてギアと油たるに当てるというものがありますので、それを全部達成しつつやっていくわけなんですが、初めてのステージなので全部使おうかと思ったんですが、ここ汽車がかなりめんどくさいので、まあ今回はね、まあ普通に2人同時に当てつつっていう感じにやっていこうかなと思います。このゲームね、結構2人同時に当てるトラップっていうのが限られてくるので、なかなか難しいんですよね。なので全部当てるのは1人の時にいてやりたいんですが、まずこの1番のところにいて、あ誘導しなければいけないんですが、ここってかなりギリギリのところで当てなければいけないので、ちょっと誘導がめんどくさいんですが、なかなか遅いんだよね。ああ、押してって、この1番のギリギリのところで、これ見てな、見てな、いいかな、ここら辺でかけて、こうするとうまく両方このギアに当たるので、そしたらスパイクで引いてから蹴ります。そうすると端っこまで行って、さらにね、こうやって当てて、ここでやると空中で取れるのでひどいことになってブラックホールで取ります。ここを見てからねやっても全然間に合いますので、で油たるに当てなければいけないので、油たるを押すものと、あと工具盾にも当てなければいけないので、で最後はたらい締めにしたいので、まあ、こんな感じでね組みましょう。でこれ溜まったらすぐに発動させて大丈夫なので、こうするとちょうどたるが間に合って、ちょっとリレーをかけていくと油に引っかかって、さらに工具盾に当たって、最後は樽で起こって、ここのポーズという組み立てですね。ちょっと点数が低いですね。本当は10万点超えるコンボなんですが、だけど S ランク。ミッション54、今回はアリシアを使って12コンボ以上を達成すればミッションを完成させられるので、何をやろうかという感じなんですが、ここのステージギミックが少ない上に、まあ、今回敵が1人ずつ出てくるというおまけ付きなので、何でもできるっちゃ何でもできるんですが、逆に何でもできすぎて何をやろうかという感じなんですが、まあ1人ずつね違うコンボをかけつつ12ヒットを超えて、さらに S ランクを取るという感じでやっていきましょう。まずはパージをして、特殊当てなんですが、すぐに発動すると普通では当たらないんですが、なぜかケツに当たるというね特殊当てです。そうするとね、こんな感じで凍って、これちょっと上に上がってから拾った方が確実ですね。でないとたまに当たってダメになっちゃうので、でちょっともうちょっと後に仕掛け直してもいいんですが、これ早めに仕掛けとかないとこのサンダーがねなかなか難しかったりするので、後にかけるねサンダーが難しかったりするので、これね、なので飛ぶと氷に当たるんですが、その前に最後の仕掛けパンチをかけて、まあ、これでエンドなんですが、氷に当たるので、で、まあ、ちょっとディレイをかけてやるとサンダーがね上がってたりするの でバナナで起動して狭めつつ持っていき、サンダーとパンチ、あちょっとディレイかけるの忘れちゃった
まあ、全部エリアルで撮れるんですが、ちょっと焦りましたね。というわけで同じことをやってもつまらないので、同じ、まあ、違う仕掛けでね、ちょっと今度はまたコンボを組んでいこうかなと。まあ、かなり似たようなコンボになってしまうんですが、まあ、これもうまくいくと特殊当てになるんですが、こうムービングチェアを使って、まあ、ちょっとしたネタなんですけれども、あとはここね返していくと、まあ、ここの手つくまでがうまくいくと、まあ、うまくいくとというか、逆にうまくいかないと特殊当てになるんですが、ちょっと壁のスイッチを復活させたいので、少しちょっとね敵と遊びます。パワーウェイ、よし、これぐらいで多分大丈夫なの で、そうするとまたねケツに氷がいくんですが、で屈辱を与えつつ、これもちょっと早すぎるとこの足に当たって消えてしまいますので、ムービングチェアがこう乗るとチェアがなくなってるのに空気椅子をするというね、まあ、こういうネタなんですが、で一応最後の仕掛けをねかけていきましょう。こうかけて、まあ、最後の仕掛けは全く一緒なんですが、こうして飛ばしてから、これかなんか最後までいけたはずなんだよなと思ったら、最後は晒し首にして、そして一緒にまとめて挟まれましょう。ここで先に当たっちゃいましたね。ちょっとねこれ当たらないときはで晒し首に当ててケツに当てて、そのまま一緒にまとめてジエンド。手つくまでが当たらなかったときは起き上がろうとするところで当たるというね、なんか変な当たり方するんですが、まあ当たれば問題はないのでまあいいか。というわけで S ランクミッション55、今回はミレニアさんを使用して4つの仕掛けを起動させつつというか当てつつ、パイプオルガンで2人同時にとどめを刺せば目標達成なんですが、まあね1人だけでよかったんだったら、まあ、すごくかっこよく簡単に高得点が出せたんですが、2人同時にパイプオルガンで倒さなければいけないので、まずちょっと体力調整をしたいので、メルトスライムあんま使いたくないんですが、メルトスライムで女性の方をね入れておきます。そしてこの状態だったら確実にねこの当たりますので、でちょっと忘れてはいけないのが、このメルトスライムが消えてしまうので柱を倒したいので、これでまず1つ目の柱、そしてもう1つの柱を起動させつつ、まあ、次の仕掛けを作っていきたいんですが、まあ、ここはそんなに急ぐ必要はないんですけれども、でまずこれ1つ目の柱なので1つ目の仕掛けを使ったってことですね。でここにナイトメアヒール、そしてイビルスタンプを用意しておきます。でそうすると2つ目の仕掛けが当たるので、でちょっとディレイをかけた方がナイトメアスタンプが、なんていうことはナイトメアヒールが当たるのでね、この平均台の当たっている間に、でここで、まあ、ここは後でもよかったんですが、で足が上がったところら辺で起動させて、ナイトメアヒールのところに OK、 これ結構最速じゃないと繋がんなかったりするので、でアッパーをすると、普通だったら壁に、上のね壁に当たるところなんですが、ここだと上の壁が高すぎて当たらないというちょっと特殊当てになります。でメルトで起動させつつ、これでパイプオルガンで両方とどめをさせますの で最後の仕掛けですね。これでパイプオルガンで3つ目の仕掛けで、あと1つ仕掛けを使えばいいんですが、これで飛ばした後にここのリフル、そうすると男が入りましたね。 OKOK、 女しか見てなかったけど仕掛けにね捕獲成功で入ってますので、4つの仕掛けを使いつつパイプオルガンで2人同時に倒しつつミレニアさんを使用して
Sランクとミッション56。今回は久しぶりの3人相手ということでなかなか難しいんですが、まあ、さらにウィザードギアフィニッシュを決めるというものが目標としてありますので、でアーマーブレイクをした敵をウィザードギアフィニッシュをするというのと、まあ、2人同時にウィザードギアフィニッシュを決めるというものがありますので、まあ、せっかくね3人いるんだったら今回は3人同時に決めてやろうかということで、まあ、そういうことね考えてきましたので、まずは誘導方法なんですが、まあ、こんな感じでねちょっと3人まとめた状態でこの1番のところに誘導します。まあ、かなり難しいんですが、手前に行きすぎないようにさらに左に行きすぎないような感じで誘導します。でここまで行くとですねこの平均台でね行けますので、僕もチューンとやった後に取ります。ここを連射ですね。で引いたのを見てからこれ取りますね。でここで変えていきましょう。でここのもう出方というか当たり方はマジで運なので、運が悪かったらリセットなんですが、それでだいぶリセットしてるんですが、まあ今回はうまく決まってくれればいいなということで、でこれ決まって出てきた時の位置でちょっと変わるとは思うんですが、いけるか、これで3人同時に当たったら一応成功なんですが、まあ、ここからもうちょっと難しくて、でうまくいくと当たって乗ります。で最後の1人だけちょっと弾かれているのでテルタホースロデオで取るとこいつも乗るとであとはウィザードギアフィニッシュを取ればいいので、そうすると全部のミッションを達成しつつウィザードギアフィニッシュを取れると。ただ2人同時に当たってるかっていうのはちょっと確認が難しいんですが、おそらく当たってます。点数で多分わかると思うんですが、あこれ当たってますね。私にもう楽園はない、関係ないのに。闇の裁きを受けなさい。ミッション57、今回は楽園の姫アリシアさんが相手ですね。まあ、今回は1人ということもあって全ての罠を使いつつ、そしてエースランクという感じでやっていこうかなと思います。まあ、その過程でミッションもね全達成できますのでやっていきましょう。まあ、今回はねトラップバトルなので、まあ、かなりめんどくさいんですが、まあ、ここは一歩右にやらないとちょっとダメなので、このバナナの皮はいらないんですが、動かないな。まあスイッチ起動にねかなり便利なので持ってきただけですね。まあ、普通に罠を付け替えればいいだけの話なんですが、まあ、めんどくさかったので持ってきたというだけですね。というわけで1番のところにまず誘導するわけなんですが、でここちょっとストームライナー走っていて、それに当てなければいけないのでちょっとタイミングを見なければいけないんですが、これをかわして、そして、まあ、こうなんや、なかなかない。炎の時に当ててしまうと、おっと、OK。で、ここまで来たら、この角度にします。この角度ね。そしたら、ここに、この柱があるじゃないですか。ここを電車が通ったのを見てから、発動させます。連射でね。そうするとこれ間に合ってますので、で取るとちょうど電車に引かれてジャストキルで、ここがこう跳ね返りますので、まあ、それを見てから取ります。で最後の仕掛けですね。で最後は、まあ、ここにジャッジアイジャッジメントレイをやって、まあ、パンチで捕獲すると。で、ヒーローワイヤーを当てたら、ね、万力で取って、一歩だけ右に行ったところで、バナナの皮を起動します。まあ、1マスね。1マス移動した後に、ここら辺。そうすると右の方に吹っ飛んでいって、これが3発当たってミッション達成。3発当たったのを見てから、これを仕掛けて、空中で取れば、捕獲すると。というわけで全てのミッションを達成しつつ、そしてもちろん
これで終わり。S ランク。ミッション58、今回は30秒しかない面なのでかなりスピーディーにやる必要があるんですが、まあ、それで S ランクを取りながら全てのミッションを達成するという感じでやっていきます。まあ、ただですね、ここかなり本当に難しいので、まあ一応ここまでのコンボなんですが、実はパクリですでここは歩き出したらこれで飛ばします。そうすると1段目のブラッディ資材が当たらないんですがね、こんな感じで連続でかけていきます。そしてここでですね、罠を入れ替えておかないと、まあ結構間に合わないので、でこうすると、で即時発動ですね。そこまで行ったら最後の仕掛け、まあムービングチェアをやって、まあここちょっと改良してるんですが、まあ、改良とは言わないんですけどね、逆に改悪なんですけれどもここちょっと待ってからやると、まあ、そのまま内燃機関に入ってリザルブフィッシュ、そしてここから馬に乗せて跳ね上がる前にタライ、そして素早くムービングチェアをかけて最後に蹴り出したらちょうど15コンボ、まあ、最初の7コンボまでを見ていただいたら分かる通り、めちゃくちゃ美しいコンボで、もうこれ以上想像ができないという、もう素直にね、これをやった方がいいんじゃないかということで、今回も S ランク。ミッション59、今回は残虐系トラップのみを使用してクリアしなければいけないので、さらにミレニアさんを使ってクリアしないとミッション条件も達成できないので、まあ、かなり難しい面なんですが、まあ、一応ギリギリやれることが分かりましたので、やってみましょう。まず最初の誘導がまあかなりめんどくさいんですが、まあ、まず1番のところに2人まとめて一気にね、ワンコンボで殺してるんですが、でこのタイミングで変えていきます。でグリグリってやったところら辺でやるとちょうど当たるので、で素早く変えていかないと間に合わないの でそうするとね、こうやって、まあ、どっちかが乗ります。まあ、どっちでもいいんですが、乗せたら本当はアグニーマスクが使えればよかったんですが、この忍者の方だとねできるんですが、こっちの方だとダメなのでトラップドッグを2回かけていきます。でここのタイミングで炎で飛ばしたら最後にトラップドッグを2連でかけないと一歩進んでくれないので、ちゃんとで噛んだところでもう一回かませるとギロチンに当たってエンド。まあ、残虐系トラップがあんまり移動系がないので、1回のコンボで2人同時に倒しつつミッション条件を達成するのは不可能かなとちょっと思ったんですが、まあ、さらにミレニアさんでね。というわけで今回も S ランク。ミッション60、コンパート最後の面なんですが、まあ、ここは剣道マシーンに当てることというのがクリア条件になってますので、まあ、ミッション条件にもねありますので、まあ、消火栓を当てるのと剣道マシーン3つに当てること、まあ、これがですね最初2つだと思ってて、で2つで組んでて S ランクを出して取り終わったと思ってたんですが、実は3つということが分かったので、かなり最後の方はちょっと打足的になってしまったんですが、まあ、途中までね2つのやつを流用してやっていきましょうということで、まずはこの消火栓の前のところに誘導します。これは必ず来るのでバキュームで取ったら殴ると消火栓に当たって、まあ、消火栓はクリアですね。で着地を取ります。そうすると立った状態でいけるので、これは足を止めたぐらいのところでやるとジャストキルです。でさらにここもジャストキルが取れて両方ともジャストキルですね。で飛ばしたら、まあ、即時に発動します。うん、まあ、ここまでは簡単でいいんですが、でここスノーボールじゃなくてスパイクボールだとなぜかうまく決まらないのでスノーボールにして、まあ、ここのたらい締めで終わりだったんですが、ここからはちょっと打足なんですが、とりあえずこうかけといて、で、まあ、メガヨーヨーをかけていくわけなんですが、これ
空中でも取れるんですけど、空中で取るとこのジャンプが低くなってかなり厳しくなりますので、落ちてからの方がいいですね。そしたら即時発動したら変えます。この後にスプリングフロア、まあ、この時点で完成なんですが、一応保険としてこのねバキュームをかけておくとより安定しますね。そうすると剣道マシンに当たって跳ね返るので、たらいからのこれねで飛ばしていきます。そうするとここに戻ってくるので、飛ばしてここ空中で、あっ空中で取れなかったので保険をかけていくと男の方に当たりましたね。これで男の方だけ3つの剣道マシンに当たっているので条件もクリアということで、これで吹っ飛ばされて、まあ2つから3つに変えてしまったのでちょっと点数下がってしまいますが、最後ももちろん S ランク。点数出そうと思うんだったら1人ずつやるのが一番いいし、条件達成も簡単なのでそちらの方をおすすめしますが、というわけでご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。